一回かかって二度かかるね。すごいね、これ。はい。送った。おっしゃ。はーい、スレンダースキャットに、春っぽいバス来ましたよ。送った。よし。おお。おお、今、食いついたのが見えました。おお、スレンダースキャット。元気なベイトフィッシュ追いかけちゃってる系なのかな。そんな甘くねえか。時間も時間で餌を追ってんのかもな。腹減ったな。オルスかい。オルスですよ。手に食ったらちょっとサイズ良さそうなんだけどな。コーンと。スコーンと。入らない。多分、いると思うんだよね。見えたけどすげえちっちゃかったバスが。あー、なんかもんどり打って食いに来たな。あの食い方するんだ。あー、今のはスレンダースキャットが口に折りたたまって入んないとダメだな。ふわーって食いに来たよ今。いるんだな。まあ夕方だもんな、いるよな。どうすりゃいいんだろうな。
参りましたね。魚のサイズがちっちゃい。でも元気はいっぱいなんだな。ああむずい、むずい。よっしゃー、やったー、ちっちゃいけど。はーい、久しぶりに高又リアルのフリーリグにちっちゃいます。よく食ったね、あて、ほらこれね、1回かかって2度かかるね、すごいねこれね。いやー、よく口の中入ったな。さっきね、食いに来たの見えたんだけど失敗して。高又リアル流れがね、強ければ強いほどね、高又リアル強くなってくるからね。いやー、ありがたい。イエーイ、久しぶりの高又リアルフィー、やったね。イエーイ。おー、よく食ってくれた、ありがとう。いやもうね、ほんと最近バス釣れてないから、もうサイズはちっちゃくても感謝感謝。タックルは、これはですね、ロデオクラフトのホワイトルフの17ポンドクラスにグラビアスで高又リアルで、これね 7g のフリーリグでやってます。うん、この流れの淀みにいたね、いたいた、いました。まだいないから。あそこの縁に食い損じたやつがいて、ちょっと入れ方変えたら同じようなサイズがね来てくれた。まあ今日はちょっとビッグサイズはダメかもだけど、いやーでもね、短時間で結構遊んでくれたから本当ありがたいな。カレントが効くとね、坂又リアルのこのボリューム感でも全然食ってくれちゃうんだね。この状況だと、あの通常の5インチが多分火を吹くんだろうけど、今日ちょっと持ってきてないので、リグってあった坂又リアルでドリフト。この流れだともうちょっとスレンダースキャットだとビャーって流されてっちゃうから、 7g のシンカー入れてちょっとだけちょっとだけ粘るような。でもこれ以上重くすると多分ね、岩の間とかにガコーって挟まってね、スタックしちゃうから、 7g が去年研究した結果一番スタックせずいい感じで食ってくれる。